今日、境港市の健康相談センターで行われた健康祭り。会場には境港市にある山本製麺所の減塩赤木うどんや、パン屋エピクルの減塩芋あんパンなど、健康に配慮した商品が数多く並びました。製塩の赤木生うどん、大体薄味だったんですけどね、特にね、ちょっと血圧が高いんじゃないかって検診で言われて。またクイズラリーなどもあり、楽しみながら健康について学ぶことができる内容となっていました。難しかった。ちょっと脇にしてみようかなって。境港市はイベントを通じて改めて自身の健康について考えるきっかけにしてほしいとしています。